はい、秋元です。八潮里島の池村近くにある6本の刀に囲まれた宝箱の開け方を紹介したいと思います。まず行き方ですが、八潮里島の七天神像にワープしていただき、右手にある橋を渡って前に進んでいきます。村に入る手前で右に曲がって少し進むと6本の刀に囲まれた宝箱が見えてきます。近くに来ましたのでマップを開くとこの辺りになります。では早速宝箱を開けていきたいと思います。宝箱の場所から七天神像の方を向いていただき、木に向かって走っていくとタヌキが見えていきます。タヌキの前でしばらく待っていると、一回バク転してから消えて宝箱の近くにある木のところに移動しているので、そこに向かっていきます。タヌキに近づくとバク転して消え、今度は先ほどいた木の右側に出てきます。また近づくと消えて次の場所に移動していきます。少しずつ宝箱に近づいていってますが、この次は宝箱のすぐ横に出てくるので、近づくとギミックが解除されて宝箱を取れるようになります。この動画が良かったという方はチャンネル登録・高評価をお願いします。またミルダムでは毎日ライブ配信をしておりますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では。